深川市の雨竜川です現在雨はやんでいますが先ほどまでの雨の影響で川が氾濫しています流れは穏やかですが非常に危険な状況です午後2時半ごろ深川市田戸市の付近で雨竜川が氾濫し5段階の警戒レベルのうち最も高い氾濫発生情報が発表されました周辺と沼田町に避難指示も出され沼田町では午後5時現在8人が避難しています 水位は下がってきていますが引き続き警戒が必要ですまた旭川市の石狩川ではきのうからおよそ2メートルも水位が上がりました現在石狩川には氾濫注意情報が出ていますこの後は道南を中心に雨が降り渡島・檜山地方ではあす朝までの24時間降水量が多いところで80ミリと予想されています